こんにちは、歌一郎です。今回もブラザーズ、テイル・オブ・トゥ・サンズの続きをやっていきたいと思います。少しずつ、操作性に慣れながら、進めてるというところですね。最初、結構、左右で、お兄さんと妹、弟を同時に操作するっていうのが結構戸惑って、多分まだ戸惑いはあるんですけど、少しずつやり方が分かってきたかなっていうところです。はい。プレスタートで、ぼちぼちやっていこうと思います。プレイでいいのかな？プレイでコンティニュー。続きになってくれると思うんですけど、ここにね。あれ？こっちはいけないもんね。ちゃんといけない方は見えない壁がある感じなので、間違って落ちることもあんまりなさそうですかね。お、なんだこれ。またなんか変なギミックがあんな。なんか引っ張るんでしょうかね。ん？なんだろう。あった。なんか一緒に引っ張るのかな。なんか弓みたいにも見えるけど違うのか。違うんだな。なんかいきなりわかんないな。ここ登るわけでもなさそうだし、どこをどうするのかな。こっちになんか行くのかな。ディア。なんだろう、何すんのかな。今、前回の来たところ。これ渡ってきたとこだもんね。渡ってきて、この後どうすんだろう。こっちでいいと思うんだけど、何かメカっぽいのあるんだけどな。どうすんだこれ。押すのかな。押す感じだね。こっち側から行くのか。よし。押すと、どうなの？お？んで？お？これどうすんだこれで。お！出た。そして？お。こうか。こういうこと。オッケー。いけたいけた。1個クリアできた。んで、こうやって、よし。んで、ジャンプ力すごい。こうっていって、
よいしょ。あれ。カメラはあんまり切り込む。あ、こっちか。こっちに行けばいいんだね。よっ。ほんで、どうすんだ？あ、また同じ感じかな。よし。先に行き、何するのかな。これに乗るのか。お、止まる。待って。あ、これに、あ、捕まりながら、あ、捕まってる間に、お兄ちゃんが、こっちに行くのか。オッケーオッケー。ん？持っていって、この後どうするのかな。この後二人でこっちに行って、あ、こっちでいいのか。あれ、ここを登るわけじゃないのかな。違うよね。多分ここから右に行くんだよね。オッケー。あ、落ちる落ちる。実際は落ちないのかもしれないけど。あ、誰かいるね。あれ？今いたよね。なんか、あの、巨人の人みたいな種族なのかな。あ、なんか魚がたくさん泳いでる。多分、左上に進んでくのかもしんないけど、まずちょっとこっち来てみましょうか。よっ。やっぱりこれ同時に動かすのは慣れないな。魚がいるね。綺麗な水だね。これはなんか進行とはあんまり関係ないのかな。進行っていうのは進みには関係ないのかな。今のとこはなんか景色として楽しむっていう感じかな。わ、なんか、エジプトの神殿みたいな感じもするね。あれ？ちょっと元の、さっきの降りる、降りてくる前のところ見てみましょうか。あ、よいしょ。同じところに出るのかな。上がってくるのかな。ちょっとこの景色を見ましょうかね、またね。あった。あった。よし。綺麗な景色だね。同じとこに出てきましたね。あ、またなんか押す感じかな。押してどうなるのかな。押して押すとあれが回ってくるのか。あ、これが回った状態で、まずお兄さん行きますか。お、んでどうなるのこれ。二人が行っちゃって、お兄さんはそこで降りる。
弟もここで降りる。OK。よし。んで、また、このパターンね。んで、行って、これを回すと、どうなんだ？何が起きてんのか。あれ？あ、あれが回ってるのか。回ってどうなるの？あ、離すと閉じる。あ、そっかそっか。回してる間にお兄さんがあっちに行って、どうなるんだろう。なんか、とりあえず回しながら、こっちに行かせてから考えるか。来た。それでどうなる？え、それでどうなるんだろう。こんなターンがいい。ターンがいい。本人はどうすんの？あ、こっちから？こっちから？あ、こっちに行って。あ、押しちゃった。間違えた。話すタイミングの、話す方を間違えちゃった。うわ、なんか大抵お兄さんが死んじゃって。辛いっす。まず、申し訳ねえ。で、弟がおり、兄が降り、OK。んで、あれ、これこっち上がれたりはしないよね。やっぱここだね。やっぱなんかいろんなルートは許されない感じですね。んで、ぐるぐる回しながら、で結構やっぱりマルチタスクな動かし方しなきゃいけないから結構大変だな。そんなに器用な方じゃないから、ぐるぐる回して、もう回すのはこれでいいのかな？こっちに行って、あそこで降りればいいんだね、きっとね。降りた。オッケーオッケー。んで、弟はここをジャンプ。だ。で、お兄さんは？あ、ごめんなさい。弟はここに捕まるのかな？捕まって、あ、もし一回降りとこう。これで、回してどう、あっちに送ってやるのか。OK、OK。これ持って、あっちに送ってやり、降りて、うん、OK、OK。それで、次は？あ、またこれか。いや。っていうことね。
よし、あったあった。あそこを抜けて、なんかめっちゃ脳トレっていうか、そうね、脳トレになるね、これ。よし。OK。こっから先どうする？んで、これをまた回すのか。回して、こっちか。こっちに、あ、違う？逆？逆には回せないのかな。これを、どんどん回していくと、あれ？何？どうなってんの？これ。あそこに、あ、こっちか。反対側に回せるのか。回して、これが来て、これ持って、よし。OK。よし、あ、やっと合流。的なスキルは関係ないのかな。まっすぐ進めばとりあえず登れたり飛べたりしてるのかな。また登って、ここも多分登るだけですね。お、めり込んだ。よし、ここはどうやってやるの？あれ？どうやってやるのかな？あ、こうか。どっち行くの？右かな？どっち行く？これ右っぽい気がするけど、あそこやっぱ行くのか。あ、左だ、やっぱり。こうか。そこそこ。もう、ここは。よし、OK。よし、またちょっと座りましょうか。やっぱなんか違う種族が存在するんですね。巨人族みたいな。ああいう力仕事に従事させられてるという。あれ、あった、またこれ登るやつか。お、ここに上に登って、うわ、すごいね。どっち、右かな。右に行くっぽいね。よし。ここからジャンプかな。おお。
わわわ、なんでどうやっていくのかな、うわわわ、おお、怖っ、どうやって進んでんのか、いまいちわからん。おお、おお、お、何これ、何これ、何これ、おお、お、え、おお、とりあえず来た、おお、え、そこに鍵があるよと。おお、あれか。助けてあげると何か、してくれんのかな。これ何何？これは何をしてるの？この、これは何になるんだろう。このよいしょ。引き取るんだろうね。多分弟はここを通れるっていうパターンだよね、きっとね。骨を踏んだらいかんよっていう話かな。カラカラ音がしてるんだよね。取った取った取った。あれ？鍵落としちゃった。胸を踏まないように、取れた取れた取れたで、おい、うわ結構落としたぞ。ほんでこれで開けるのかな。よし、お、開いた開いた。んで、この人が助けてくれるのかな？え？どこへ行く？ん？追いかけて行くのかな？おお、やば。どうしたらいいのこれ。逃げろ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 、いやいやいや、やだやだ、どこ行ったらいいんだ。こっち進んだらいいのかな。あれ、今こっち抜けらんないの。やばい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 、あ、死んだ死んだ。え、どうしたらいいの、どこに逃げたらいいのこれ。
あれ、戻っていったよ。この後どうしたらいいの？ん？彼はどこに行くんだ？え？どうしたらいいんだろう。あの、牢屋の中に閉じ込めるのかな？そんなことできるかな？あ、でもできるかもしれないな。彼がこれを開けて、そうだ、きっとそうだね。きっとここに入って、あ、そういうことか、そういうことか、はいはい。オッケー、これだろう、こうだろう。オッケーオッケー。お、さっきの人来た。うん。いい感じです。一緒になるのかな？ん？あ、違うか。これを下ろしてやるのかな？お兄さん左についてもらって、これで押して、ん？んで、どうすんだこれ。ここでいいのかな。行こうか。で、僕たちはどうしたらいいのこれ。一回引いて、押して、で、あ、こうしたらジャンプでいけるってことかな。そういうことっぽいですね。よし、じゃあ、元々から行くか。よし。この人弱ってる、そう、弱ってるっぽいね。閉じ込められてたんだよね。どんくらいいたんだろう。男の人なの？女の人なの？あれ？あ、あのキノコの人？あ、夫婦だったのかな？うん、もう会えてよかった。夫婦だ。うわ、来た。おお、やばいやばいやばい。どうしたらいいのこれ。これどうしたらいいんだ。何？これで何が、どうなる？落とし穴みたいに落とせるってことだろうか。この鎖を引きちぎらせるってことだよね、きっとね。あ、そういうことね。はいはいはい。こっち来い。
しこい。よし。カム。やばいやばい。よし。あ、間違えた間違えた。ほんで、もう一回誘い出さなきゃいけない。キングコングみたいな。よし、ほい、オッケー。あ、ダメだ。オッケー。あれ、ダメか。間違えた、間違えた。タイミングが難しい。あ、ダメだ。もうちょっと早くやんなきゃ。あれ？あ、落ちた落ちた。オッケー。あれ？あれ？あ、今やられちゃったのか。あれ？タイミングむずい。先にこっち行こうか。よし、こっちだ。これで落ちた。あ、あれ。あれ、この後どうすればいい？え？うん。どうする？何かできることは？うわ、怖っ。あ、二人で手に触る感じか。そういうことね。あ、落ちた。落ちた。よし。ほんでどうする？この人たちと、この人たちに引っ張ってもらうのか。引っ張り上げてもらう。ああ、できたできた。うん。あ、知ってるんだね、やっぱね。あの巨人の人たちの知恵の水っていうか命の水っていうものなのかな。あの山の上とかだったりするんだろう、だろうか。あ、お父さん。病状やばそう。水を手に入れた後にもまた同じ道を帰ってこなきゃいけないのは大変そうですね。ここで野営してますね。
野宿大変。うわ、狼めっちゃ狼いる。ここで、終わろうかと思います。ちょっと次回は狼に対処するところからになりますね。うん、だんだん慣れてきたような、でも、新しい、発想が必要だったりとか、するので、まあ、ずっと楽しめそうな感じがしますね。はい。それでは今日はここまでにしようかと思います。ありがとうございました。失礼します。これでメインメニュー。OK。次回は狼からと。それでは失礼します。